カスバート・コリングウッド。初代コーリングウッド男爵。カスバート・コリングウッド。カスバート・コリングウッド。ファースト・バロン・コリングウッド。1748年9月26日から1810年5月7日は、イギリス海軍の帝督、初代コリングウッド男爵。ナポレオン戦争を、ホレーショ・ネルソン帝督と共に戦った人物として、また、ネルソン没後の後継者として知られている。 コリングウッドは入ッするアポンタインで生まれ、同地の王立グラマースクールで初等教育を受けた。彼は11歳の時リチャード・ブレイスウェイト艦長の28門、フリゲート・シャノンに元兵として初めての軍部に就く。その後コリングウッドはブレイスウェイトやロバート・ロダムの下で数年間経験を積んだ。その後1774年、コリングウッドは サミュエル・グレーブステートクの艦隊加わって、ボストンに向かう。アメリカ独立戦争では、バンカーヒルの戦いに参加し、結果1775年6月17日会議に昇進した。1779年6月20日には、会議官長に承認しネルソンの後任として、バジャーの指を取った。翌七百八十年三月十二日になると、またもや、ネルソンの後任として、 ヒンチンブルックという小型フリゲートの直任艦長になる。この時ネルソンにはサンファン川、ニカラグア湖、レオン湖をボートで遡上して太平洋を目指す探検が命ぜられていたのだが、この任務が失敗に終わるとネルソンは精神的に不安定になり、休養が必要になったためにコリングウッドがヒンチンブルックと残りの探検隊をジャマイカに帰還させることとなったので、 コリングウッドはもう一隻小型フリゲートの艦長となった後、64門戦列艦サンプソンに配備される。1783年以降は、西インドで44門、フリゲートメディエーターの指揮を取り、数年間ネルソンらと共にアメリカ船舶の阻止を行った。1786年にコリングウッドはイギリスへ,へと帰国し、1791年、 サラ・ブラケットと結婚した。サラはかつて上官だったロバート・ロダムの孫である。1793年には、海峡艦隊長官、ジョージ・ボーヤー少将の機関プリンス、98門の艦長になる。コリングウッドは98門艦、バーフラーの艦長として、栄光の6月1日海戦に、エクセレントの艦長として、サンビセンテミサキの海戦に参加し、 指揮官としての評判を挙げた。カディスの封鎖を行った後、彼は修理のため数週間ポーツマスに戻る。1799年2月14日に、コリングウッドは白色艦隊少将に任ぜられ、74門艦トライアンフに正規を掲げた。1801年1月1日には赤色艦隊少将となる。提督となったコリングウッドは、 当初海峡艦隊に着任したが、やがてフランスとスペインの主力が存在する地中海へと転属になった。コリングウッドは活発に港湾封鎖任務をこなし、アミアンの和役が結ばれて、フランス革命戦争が終結するまで帰国することはなかった。短期間の休戦期間を経て1803年4月にナポレオン戦争が始まると、 コリングウッドは再び前線へと旅立ち死ぬまで戻ることはなかった。まずコリングウッドはブレスト沖でフランス艦隊の封鎖に当たる。1804年4月23日には青色艦隊中将に昇進した。ナポレオン・ボナパルトは戦争が再開するとすぐにイギリス上陸作戦を準備し始めていた。この計画は全ヨーロッパの運命を決める重大なものであったが、 1805年に実行に移された。コリングウッドの船体には、トゥーロン港を脱出したフランス艦隊を追尾する任務が与えられる。最初にシエンドへと向かった、フランススペイン連合艦隊は、カディスへと会する途中、コリングウッドのたった3隻の小船隊と遭遇するが、彼は16隻の戦列艦による追跡を振り切った。あと、敵艦隊がまだ半分も入港していないうちに、 カディスの封鎖を再開した。コリングウッドは、偽の信号を発することで、イギリス艦隊の規模を誤認させたのである。その後彼の船隊は、ネルソンの地中海艦隊と合同し、フッツニシ艦隊に決戦を挑むことになる。フランス・スペイン艦隊は、最終的に1805年10月に、カディスを出港し、直後に、トランファルガーの海戦が正規した。 フランスのピエール・シャルルビル・ヌーブ・提督は艦隊を三日月型の従人にしてたが、ネルソンのビクトリーとコリングウッドのロイヤル・ソブリンに引きられたイギリスの二つの戦列で接近していった。ロイヤル・ソブリンは他の列艦に比べて高速を発揮したが、これは主に戦隊の同飛服を交換したばかりで抵抗が少なかったためである。ロイヤル・ソブリンが後続を引き離して単独で、 敵艦隊に突入していくのを見たネルソンは指差しながらコリングウッドの素晴らしい戦い方を見た前。と言ったが、この時コリングウッドもまるでネルソンに返答するかのようにネルソンはこの場にいたかっただろうねと艦長に語ったと言われている。ロイヤルソブリンはまずスペインの機関サンタアナに接近し、激しい砲撃を浴びせて沈没寸前に追い込む。 しかしサンタアナの救援に駆けつけた敵艦の集中砲火を受けてロイヤルソブリンは立てひどい損傷を負ってしまう。しかしサンタアナの降伏直後に両艦が戦闘に加わり窮地を脱する。この海戦でネルソンが死亡したためコリングウッドはイギリス側の最高指揮官となったネルソンが怒りを下ろせという言い言したのにもかかわらず無視した。このため捕獲艦の多くが 海戦に続いて発生した嵐で失われることになった。コリングウッドは海戦後にコールドバーンとヒースプールのコリングウッド男爵に助せられ国会病院から2000ポンドの年金が送られることになった。コリングウッドは軍務についていないときノーサンバーランド州のモーペスに住んでいた。彼は幸せについて考えるとき 必ずモーペスのことを思い出すと述べていたことが知られていい。トラファルガー以降大きな改戦は発生しなかったが、地中海艦隊長官となったコリングウッドは政治、外交的任務に忙殺される。しかし彼の健康状態は悪化し始め、たびたび辞職を申し出るようになった。しかし、コリングウッドの存在は政府にとって必要なものだったので退職は認められなかった。 コリングウッドはその後も地中海でフランス艦隊と対峙し続けていたが、決戦を実現する前にマオン港のビルでパリス艦上でガンのため1810年3月7日死亡した。コリングウッドの軍人としての評価は様々である。一般的にはネルソンのような天才的ひらめきと英雄的熱狂は持っていないが、操船技術や 戦略的思考では引けを取らない人物と評されること多い。また、政治、外交、さらには商業に関する見識は高く評価されている。彼には強制帳簿や鞭打ちに反対する寛容な面もあり、水兵たちにはファザーと呼ばれていた。ネルソンとコリングウッドには出会ってからトラファルガーまで常に信仰があり、セントポール大聖堂では隣り合った棺に収められている。 なおコリングウッドは着難を残さなかったため、コリングウッド男爵位は一台で消滅した。イギリス海軍の戦術学校は彼にちなんで HMS コリングウッドと命名されており、戦術訓練や兵器技術、通信の訓練を行っている。地名としてはメルボルンにコリングウッドという地区名が存在し、カナダでは町名や海峡名に使用されている。 またタイン川沿いのタインマスの町には、コリングウッドの記念碑が存在し、ロイヤルソブリンの方も保存されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。